それあともう一つ、うん、さっきの話と全然変わるんですけど、うん、検証会で今最近日経商人の成仏の層が、うん、人参の層が白かったってことについて、うん、最近検証会では化粧が化粧を死に化粧してるからみたいなことを言ってるんですよね、うん、でそれはもう最初はもう公式ではなかったんですけど、うん、最近の集会の中で、うん、雪成っていう男子部のナンバー2です、ね、うん、そいつがもうなんかどっかの業者が壊れてたんだみたいなことをなんか答えてるわけです、うん、で豊田さんは化粧に関しては全部じゃないですかだからっつってさだからそういうことに乗っかっちゃダメなんだ、うん、まあ、別にもうそもそもねそういうその方々のもののさその特に日経商人とか、まあ、日達商人日経商人ねそのあらゆる誹謗の言を吐くなんてことはもう当たり前のことなんだからそのなんつうかないやどっちみち根拠はどうにもなんないわけよ俺が芸館のとこに手触ってさファンデーションのこう白くついたとかさできるわけがないんだからそれも本当に短い時間こういうふうにスーっていうぐらいの速さでしょだからそもそもなんつうのこっちだってそれを科学的に検証しようのない話でしょだからそこはもう言いたいほど言わしときゃいいんです、うん、まあ、じゃああんたそれ見たのかってだけのことで誰だって亡くなるときはそれなりの最低限の死に化粧をするっていうのはまあ一般的な常識だしねだからそれは芸家だからそのね、まあ、向こうの言い分はさものすごい厚化粧したっていうことを言いたいわけでしょ芸家ねいくら白いつったってってだけど僕が見た感覚ではもうそんなにないですよ本当に普通の肌が透き通る色だよね白っていうよりもこう透き通る感じだよねスーってそれはもうその印象は化粧と言われても何よ俺がさ見た拝した側にしてみるとなんつかこうハーンってまあまあ100万年いってなってそういう感じだよねあんたもそういうの10だけどあなた自身がさ成仏するかしないかっていうさ根本的な興味の話をしようよって仮にだよ100万年100万本譲って日経商人が化粧されて白く見えたからってあなたの成仏とどういう関係なんだっていうことなんだよねそうじゃないでしょってその他人のどうであれ他人のね思想とあなたの成仏不成仏はどういう関係があるんだとでとこの偽本尊を拝んでたら間違いなく無限地獄だよとこうもういきなりそこへドーンと持ってくるって向こうが一番疲れたくないところへトンって落とすっていうのは俺いち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 そんなさ如是層のこの臨終の層だなんだこうだでなとこでずっとやってたったらその人の一番大事な根本的な成仏の問題を語る釈迦をするってところへ追っつかないんだよねだから釈迦のコツっていうのはさ、まあ、特に方々のねきついものとの釈迦のコツっていうのはとにかく相手の言い分に乗らないってことパンって払って急所に向かってドンってぶち込むっていう癖をつけないとさ向こうがこう来たからいやそれはねってここでいくらやってたそれやっちゃうんですよねそれはね時間のロスだし本当言うと大聖人様のおせで言うと攻略用って言ってるんだから大聖人がねこう広く言えばこう仏教を広く言うこともできると略として言うこともできればで用要だけっていうこともできるとで日蓮はこの攻略用の中で寛容を好むってそれが大聖人の仏法だからねやっぱそれは万事に通じると思うんですよ学会の時もそうだったけどいちいちいち向こうが言ってくるその江戸時代がこうだっただのさなのその全部いちいち付き合っていったら偽本尊拝んでんだよってとこ行かないんだよね、うん、とにかく偽本尊拝んでてだから大不幸なんだとでそこが一番きついんであってでブロックの周り見渡してみろと自分ちの家族だってどうなんだとっていうところがその現実引き戻してるっていうかあんな抽象論とかその枝葉論なんかその払い方だよねそうそこら辺がちょっとなかなか、ね、結局この払う力が弱いのとそれとそのすかさずボンって入れる力このコンビネーション体でいうとこのコンビネーションが弱いんですよこのこう基礎訓練が
パン、それが何あと何関係あるのと、パンパンって。で、結局ほら、その寝相が暗いのは、偽本尊のとこ毎月毎月行ってるからじゃないのって。給料どうなのと、経済状態とか、ね、人間関係はと。こういうふうに、もう大丈夫、精神も大丈夫なのっていうふうなさ、もうえぐい方向へ、本人の一番そのえぐい方向へ、で少しでもドックの縁となすと。で、偽本尊って言われるってことは、ずーっと会館行くたんびに偽本尊っていうイメージ残るからね。クソと思いながらもう、休まなさい、うわっみたいな。それで結局こうすり鉢の中にこうぐーっと入ってくるんですよ。それそこのところを打ち込まないと本当の意味の着服には僕はまあならないと思うんだよね。で、向こうはそこを疲れるの嫌だから一生懸命その枝葉の話を大量に出してくるわけですよ。そしてこっちの煙幕っていうか法華行員のその鋭い破釈のその矢をなんとかこの避けたいわけだし、心肝にこうブツッと刺さるからね。それに乗っかったらそうなんだよな。なんかこっちも時間ももったいないしさ、向こうのジャンにいちいち研究してたらさ、なんか枝葉のことをなんか話してるのかなんか、なんか本当無駄な感じが確かにするんですよね、うん、なんか根本的におめえ違うじゃないかって話なんで、うんうん、だからやっぱどうこうやるのかっていうのはやっぱりまあいなして完全にこうパンと払う場合払える場合もあるけど、ある程度いなして寸鉄あの人を刺すみたいなさ、スタンパン、それおかしいでしょって言って、それで片付け、いや、これで終わりだなっていうふうに、まあ持ってけばこれ一番エレガントなんですけどね。そう、それをこのいやでもこうでかでっていうふうに向こうは当然こう乗っかってくるじゃないですか。だそのこのまあこればっかりは現場で一緒に手術と同じだから、そこはもうスパンと切るんだよっていうのもさ、ネッチ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 いじったりなんか、だからこれやっぱり一緒にね、あの釈服しないとそこは、まあ、学べないとこですよ。うん。まあいずれにせよさ、まあ一緒にやってまいりましょう。はい、ね。とにかく釈服は数だからね。数こなしたやつにはかなわないですよ。なんだかんだ言っても。